疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえず今は、東北レゲエ祭が終わって、仙台東北レゲエ祭とレンチャンで東北レゲエ祭終わってアフターパーティーから帰ってきて、もうつぶ、激鎮仕掛けの JX と、もうすでに寝床に入っているベリーザクライです。タイマーチングです。どうぞよろしく。なんだそれ。これですか。なんだこれは。タイマンチーズの少年のリリースパーティーイン東京の告知動画になる。あ、イン東京ね。はい、話は聞いてます。あ、ありがとうございます。いろいろ全国つつうらうらいろいろ行かしてもらいたいわけですが、東京でやるライブもローカルでどこでやるライブも変わりません。おやすみ。どうも。どこで全部やるとこと一緒でガンガン気合いでやりますよっていうことですね。なるほどですね、はい。タイマンチーズのファーストアルバム少年ですね、はい、こちらはもうリリースされてから の、はい、周りの反響だったりとか変化とかどうですか。感じることありますか。とにかく身内が泣いた。身内が泣いたっていうかより友達が再生されていきおる気がする。なんかあったかい気持ちになっていきおるような、なんかやんちゃ心じゃないけど遊び心みたいな、その遊び心みたいなもんが俺らのライブには詰まっとるし、なぜなら俺らが遊びおるけん。でけん一番大事なのって遊び心だと思う。でけん俺らはずっとこのまま何歳になってもずっと遊び心っていうか心どころか遊ぶ、うん、じゃけん、うん、何なんだろうな、早く人間になりたいって感じかな。うん、おやすみ。まあ要はその松山の人とかの協力もあり、本当にいろんな人の協力があり、数字とか関係なしに本当にいい一枚ができましたということです。なるほどね。なんていうかな俺も言いたいんだけど、なんかなんなんって感じだよ。タイマンチーズってまずだし、なんかこうジェイさっき真面目なこと言おるけど、ほんま なんなんって感じなんだよ。もうそんな真面目になんかやっとれんし、タイマンチーズってなんなん。でけん俺らみたいな音楽聴くと頭腐るぞほんまほんまに八方美人みたいなやつになるぞほんまほんまに、はい、もうでけん一生懸命バカやりますんで、もうとにかくおやすみ今日つかちゃんがワインを美味しそうに飲んでるの初めて見たんで、今日はもう大変ハッピーだと思います。まあ人には関係ねえけどな結構タイマンチーズのライブってのは毎回セットリストに工夫があるように感じる方がすごい多いんですね、はい。でまあ、いい意味で、まあ、こう違ったライブを見れる印象なんですよ昔見たら、はい。でもうベニ君とかアレックス君とかでここでなんかこのライブでのなんていうんですかね、思い入れというか、はい、いつもとはソロとは違 こう心がけみたいなのありますか、ショーケースに対して。あ、そうですね。どうですか塚さん、見ましたね。わかる。そうですね。まあ心個性があるんで、まあそれはお互いが多分アーティストとしてやったら多分交わらないですけど、まあ友達なんでありのままの姿でお互い音楽やってるんで、まあそのまんまで、ただそのまんまをステージでやってるだけですね、シンプルに。こうやってあれですか、レックス君、例えばタイマンチーズというこうクルーで一緒に動いて、うん、お互いの今までのイメージとか変わったなとかっていうことがあります。ちょっと声絞って。わかりました、すいません。もううるさい。わかりました。ですね、はい、まあそうですね、やっぱり自分が大人になってた、大人になっていってるんだなっていうのを、なんかいろんなこと忘れてたなっていうのをね、
結局あれなんよ結局あれなんよ、みんななんかさ知ったかぶりなんよ。結局言葉みたいなのに頼りすぎたんよ。受験そういう俺はなんかこう後っていうものを大事にするけど、結局後になる前のアートじゃないですかみたいな、汗でさえアートにしてしまうタイマンチールっていう人たち、うん、やっぱ伊達じゃねえし、一生懸命っていう面においては何かに力を与えれると俺らは願っとるし、ゆけん、なんか眠たいけどこれは本気なんだよ。ゆけん眠たいじゃ済まされんし、ゆけん俺らはあのノリいいよねとかじゃなくて、あ、友達に電話してみようとか、あ、俺そういやとか、なんかこう気持ちがこうなっちまいそうですみたいな、俺らはそういう音楽をやりたいし、ノリだけの音楽じゃなくて全てにおいて徹底的に遊びまくるっていう、だからおやすみ。もう津山というこの町で出会った2人がですね、もともとは津山という町がスタートだと思うんですけど、でこういろいろ全国回ってとうとう東京のワンマンライブが始まるんですけど、どうですか意気込みというか。いやもうそうですね、まあでもさっき言った通り、いつもと変わらないままなんですけど、でもまあ自分がねやってるところなんで、いつも以上に気持ちとしては遊ばせてもらいます。はい、そうあれあと1個最後にちょっと1個だけ欲しいんですけど、カジ君のミックスがこう前売りチケット買ってくれた人に、マジ、そうですね、でサウンドクラウドでもアップされるみたいなんですよ、最後に見てくれてる人に一言だけっていうの、グッバイ。それじゃあ皆さんおやすみなさい。寝タバコやめろよ。